自民党入りした細野議員の県連入りについて、県内選出の国会議員は今日会合を開きましたが、意見がまとまらず次回に持ち越されることになりました。細野豪志議員は先月の衆院選で静岡5区から無所属で出馬し、自民党の吉川赳議員におよそ6万6000票の大差をつけて当選しました。この結果を受けて自民党本部は細野議員の入党を認めており、おととい行われた県議の会合では細野議員の県連入りを容認することが了承されました。国会議員による今日の会合では細野議員の県連入りについて納得できないなどと反対意見もあり、意見がまとまらなかったということです。県連の木内稔副会長は、党の本部の提案は厳粛に受け止めるが、県内選出議員としての意見をしっかりとまとめるとして、近いうちに再度協議し方針を出すと話しました。